韓国のクリックソン社の VCC400 は、異なる OS 間でキーボードやマウス、インターネット接続をシェアできる USB デバイスです。IMC 東京2008では、Mac OS X と Windows をつないだデモンストレーションを行いました。このデモでは、Mac と Windows を一つのマウスで動かしています。このように、ポインタの移動がシームレスに行えますので、従来のようにマウスを持ち帰る手間がありません。インストール方法は非常に簡単でですね、この USB のドングルと延長ケーブルを各パソコンの USB ポートにつなげることによって、2つのパソコンをコントロールすることが可能です。今のところメインのパソコンの Windows Vista でつながっているキーボードとマウスでマウスをコントロールしています。これを動かします。先ほど動かしたキーボードが MacOS 10の方に移動しました。またですね、クリップボードを共有してまして、 Mac の Windows でのデータをそのままコピーして Mac の OS 10の方でのワードの方で貼り付けることも可能です。ご覧の通りです。テキストのほか、ファイルのコピー、ペーストも可能です。VCC400 は、Windows と Mac OS X のほか、Linux もサポートしており、この3つの OS 間なら、どの組み合わせでも動作可能です。現在、韓国のほか、カナダの eBay を通して、北米で発売されており、日本でも今後、代理店を通じて発売を開始する予定です。韓国での価格は、日本円で1万円ほどです。Digging for News